皆さんこんにちは。マージーサイドレッド対レバークーゼン、解説には元日本代表の北澤剛さんをお招きしています。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。さて北澤さん、今日はどんな試合になるんでしょうか。はい、そうですね、まずは両チームの立ち上がりでしょうね。どういった風に組み立てていきたいか、そういったところが最初に見えやすいですからね。それとね、チャンスエリアへ持っていくまでのね、その辺の動きにも注目していきたいですよね。はい、マージーサイドレッドとしては多分最初から飛ばしてくるかもしれませんよね。はい、今日は非常に楽しみな一戦を迎えています。期待のマッチです。笛が吹かれてスタートです。先にゴールネットを揺らすのはどちらのチームでしょうか。カウンターを仕掛けていきます。オフサイドか。いやいやね、オフサイドラインの気配りがね、少し足りませんでしたね。中がちょっと寂しい。頭で押し返す。うお、クリアします。スパイッチ右サイド戻す、預けるライナーツ、ソン・フンミン、クリアしました。頭で返して、前には一人います。ロルフェス、スターリッジ、ホセ・エンリケ、一人駆け上がっていきます。左サイドダイレクトで送る。中に二人いる。これはクリアします。折り返し、跳ね返されます。浮かしたボール、これは合いませんでした。アッガー、コロトゥーレ、通らない。ジョンソン、右サイド上がっていく、一人で行く、戻し、おっと笛が鳴っていました。これオフサイドか。ここは旗が上がりました。ボールを奪います。前線長いフィードですが誰もいない。前線に誰がいるのか、ジェラード、右へ展開して、ここで受ける、右サイドから浮き球、おっとゴールなりません。そのままダイレクトで狙ってきた。いいボレーシュートでしたよね。やはりある程度動いていればね、必ずチャンスは生まれるということですよね。マージーサイドレッド、さあ25分が経過しました。まだ得点はなく0対0。この時間帯になってよく前の方で奪うシーンが増えてきました。そうなんですね、やはりその方がチャンス作りやすくなりますからね。ジャン、
さあ前で味方が待っています。ヘッド、これを決められない。硬い守り。アレン、ルイス・スアレス、中央からいった、つながります。このボールはクリアです。左側は上がる、上がってくる、跳ね返されます。ゴール。前半35分です。マーディサイドレッド先制のゴールを挙げました。素晴らしい。しかしいいところで決めてきますよね。そうですね。画面ではリプレイをご覧いただいています。しかし見事な先制点が見れました。レバークーゼンとしてはこれで点を取りに行かなければならなくなりましたよね。さあいずれにしてもマージーサイドレッド先制ゴールで1点を得ています。こちら側としてはね、これでちょっと面白くなりましたよね。はい、続けて注目してまいります。ホセエンリケ、左、ロルフェス、さばいて前線へ、レバークーゼン今のところ1点のビハインド。だんだんとこう中盤を支配されだしている感じにも見えるんですが、中盤の対応が少し遅くなっているように見えますね。グアルダード、右に、左へ展開して、アレン、ダイレクト、押しすぎるシーン。ここで前半終了のホイッスルです。北澤さん、何でしょう。後半です。ハーフタイムでの入れ替えは両チームともにありません。ヘッドでクリアする。戻して右サイド、アッガー、アスパス、ボールを奪う、ジョンソン、前線に誰がいるのか、ピンチを逃れました。戻してパス、ルーカス、読まれた。ダイレクトパス、アスパス、
ドナーティ、ジャン、ソン・フンミン、ジャン、ジェラード、オープンなゾーンだ。これ危ないですよ。頭でクリアします。攻勢が続く。クリアです。バックパス、ルーカス、ふわりとしたボール。いいボールですよ。なーっと、助かりました。しかし北澤さん、実に惜しい場面でした。本当そうですよね。ちょっと合いませんでしたね。レバークーゼン、スルーからのチャンスを逃しています。ヘッド上がっていきます。ボールは渡る。あっと、流し込んで、ここはつながりません。中央上がっていきます。ここは一難逃れます。左に振ってファールに遭います。ディフェンスに合いました。時計は後半の30分を過ぎています。ボールは奪われます。サイドからの攻撃、コースを読んでいました。意図が合いません。ジェラード、いいところ、直接行った。おっと、惜しくも上、思いっきり打ってきましたよ。いや、いいと思いますよ。この後の組み立てが大事になってきますよね。高校で選手交代。ヘッド、長いパス、これは合いません。ピンチを逃れました。ここで選手の交代があります。ここはよく守りました。ジャン、ここはつながりません。スターリッジ、渡ります。ジェラード、前にいる、シュート。しかし北澤さん、自分で行きましたね。そうですね、積極的に行きましたよね。バックパス、サイド、ここで笛です。マジサイドレッド、1点差で勝利、逃げ切りました。北澤さん、前半に1点が入り、そのまま終わった結果となってしまいました。いかがですか。そうですね。